シンかわいい。ありがとう。ありがとうございます。本当です。ありがとうございます。やった。企画説明からしますね。この配信ではこの前配信された AKB48 さよならモーリーさんの感想や裏話を話していきたいと思います、もしまだ見てない人はこの配信が終わったら Hulu、TVer の見ながら配信をチェックしてください。今日も安定に車の音がブーン。ちょっといいから会ってみたい。ぜひ待ってます。待ってますとかで。そう、見た？私もちょっと見たんですよ。そう、毎週木曜日24時59分から日本テレビで放送される AKB48 のバラエティ番組です。リアルお話し会ね、めっちゃ楽しかったですよ。なんかリアルお話し会も結構イヤホンしてマイク通してやりました。そう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 、番組放送直後から Hulu、TVer で見逃し配信されます。そうか、もう配信されてると思うんですけど、ショールームにて番組と連動したエピソード動画も公開しております。公開しております。ハッシュタグ AKB48 さよならモーリーさんをつけてください。フォローしました。ありがとうございます。つけてください。またこの配信を記念したプレゼント企画も実施いたします。本日の配信のランキング上位3名の方、さよならモーリーさんのスタジオで撮影した撮り下ろし集合写真、私のサインが入った台紙とセットでプレゼントいたします。んってことで最後までご覧ください。広げてないよ。何を持っているんだ。え、マジで持ってる。あれは本当にあのねとか言って、そうそうそう、意外と盛られてますよ。失礼な、本当に失礼だ。そうだ、そう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 、なんかこの前の配信の話になっちゃうんですけど、まだ見ないんかいって感じなんですけど、そう、なんかゆきちゃんがさ、ゆきねえがさ、エンジンの時にリップしてるみたいな感じの言い方だったけど、エンジンの時にはしておりません。さすがに塗りながらエンジンはしてない。さすがにね、ぬギリギリまでリップを塗ってますよって感じ。そうそうそう、いや、リップ塗っててエンジン始まるから早くみたいな。さすがにリップ塗りながらうーんなんてしてない。どんだけやばいやつってなるから、そこだけは。そう、あ、ジュンさん、頭ありがとうございます。なんかさ、まさちゃんがさやってたよね。ね、なんかタワー、タワーどっちがいいんだ、そりゃタワーみたいな。ありがとうございます。タワー、タワー、そうなんですよ。なんかそれはちょっと違うから、ちょっと言っとく先に、ゆきちゃんがかわいそうだったから。そうそうそう、さすがにね、それはしておりません。あ、ちさちゃん待ってた。もうね、久しぶりすぎてね、あのリアルお話し会はもう日本語が出てきておりませんでした。嬉しかった。あ、そう、どっちなんだいパワーみたいなのもやつね。なんか最近しかもなんかめっちゃパワーやりがち、あの子。そうそうそう、そうだね、見ました。あとまさちゃんのモノマネ早く見てくださいって感じなんですけど、私。マジで本当にまさちゃんね、ディフディフ口にはしてないですね。まだまだ大丈夫ですね。私なんかめっちゃあの早口喋りが早くなっちゃうんですけど、それは村さん予選に達成、うわー感謝。そうそうなんですよね。話してる間にディフディフ入れてました。なんとかなんとかディフディフ、なんとかなんとかディフディフ。やめてほしいよ本当に。そこまで言ってないわ。本当にさ、なんでまさちゃん手の動き似てて、一番似てたのココかなと思った。ココちゃんのあの動きはめちゃめちゃ天才だった。
ね、あと今日も朝ちゃんに会ったんですけど、なんか真似してきた。もう一つ見つかったんだ、空の真似。見て。空の褒め方とか言って。見ます。さすがにね。ね、ごっこ面白かったね。始まりました。お悩み相談会。さあちゃん。ね、さっき配信やってたよね、まささん。まささんって。かわいい、赤ちゃんたちがたくさんいる。泣いててこの美女ってすごいですね。のりさん、いたありがとうございます。私もね、ドライヤーちょうどかけてて、ねえ、本当にね、本当にやめてほしい、自分の顔。ね、マジ知らんがなというのか、本当にやめてほしい。そう、ドライヤーしてたので、途中しか見て、途中半分、サコハの半分ぐらいしか見てない。本当に。ねえ、じゃあさ、知らんがな、ありがとう。知らんがな、めっちゃ言ってくれる。タンタンですね。落ち着いてるタンタン。作ってるぞ。タンタン。そうね、でも言われますよ、私たちも。最初言われました、めっちゃ。お腹すいたは言っちゃいけない。ただ、ちょっと済ましてますね。タンタンめっちゃ面白いですね、本当は。ココちゃん言われてる。そうね、めっちゃ言われてる。お金をいただいてるプロ。 だって可愛い。コックちゃんマジで可愛い。頭の回転が遅いって可愛いね。私もだけど。可愛い。頑張ります。頑張ろうと思ってるのは偉いよ。頑張っていこう。一緒にね。マジでヘニョリンね。のっちゃんはね、なんだろうかね。のっちゃんはでものん、なんだろう、これがもうのんちゃんだから。 ありがとう。あ、ルミちゃんだ。前回さ、まさかのさ、ヘニョリン書くと思わなくて、ここで。びっくりしちゃった。いや、ヘニョリン時間かかったらやばいよ。 ヘニョリン。え、マジでさ、目がさ、って感じじゃない？似てない？ねえ、似てるわ。そう、ヘニョリン地上波デビューですね。ね、ヘニョコさ、ホテがバカにしてんのおもろい。しかもヘニョコさ、マジさ、5本ぐらいのさ、前髪なんですよ。今スクショしたい。 あ、そう、ヘニョコは剃らせてやばいです。ゆきねえはですね、本当にやばいですね。めちゃめちゃお姉さんしてるんですけど、全然違う。本当にね、規制を上げまくるので、かわいい。
マジで可愛いゆきちゃん、どうしよう。普通にあのファンとして見ちゃう。あ、千織さん。千織さん面白い。それ、かわいい、ありがとう、めっちゃ。なとちさん、主演です。ありがとうございます。かわいい、ほてちゃん、赤ちゃんだ。でも、ほてちゃんは本当に、見るたび汗を拭いております。マジでティッシュをいつもこう。ん、稲松さん、くまちゃん、ありがとう。うわー、くまちゃん、こんなたくさんくまちゃんが、うわー、くまちゃんがすごい、これぞ、くま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 してるぞ。すごい、うわお。私さ、ギフトは見逃してるかもしれない。大丈夫。ケビンミエさん、タワーありがとうございます。ありがとう。くまくましてるぜ、くまくま。ほてちゃんの拭き、めっちゃティッシュでね。これ、これ、あの、最初の3人ぐらいは、いい点も教えてくださったんですね。一緒に。なんか、何々ちゃんはこれが良かった。でもこうだったよ、悪い点みたいな。3人ぐらいはいい点も言ってくれたんです。いい点も。でも、違うな、最初の5人ぐらいかな。あっきさん、タワーありがとうございます。タワ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 ってバカみたい。タワ、そう。それなのに5人終わったらもういい点すら言ってくれなくて、悪い点しか言われなかったの。かわいそう。ちょっといい点は聞きたかったな。頑張ってるから。来たよ、山崎さん。上品な笑い方、意識はしてないですよ。ね、本当に猿がシンバルを叩くは本当にそのままそうなんですよ。あの、猿がシンバルを叩くはもう、OK。もう、それは、まあ、それっちゃそれ。それっちゃそれ。まあ、似てるものを探したね。足は開いてないです。大丈夫です。かわいい赤ちゃんが喋ってるよ。そう、エリキはね、本当にね、端っこで泣いてたんだよね。歌えなくて上手に。かわいかった。でも足が臭いのはマジで、なんかよく最初の頃めっちゃ言ってましたね。なんかすごい言ってた気がする。放っていきましょう、やばい。うん。なんか自分もなんかお母さんに LINE でなんか「今日足洗ったの？」みたいな、なんか言われたみたいに言ってて、あ、そうなんだ。そうそうそう、泣いちゃう。リッタいや、マネージャーさんぐらいでのもろい。そうそう、それであの一緒に住んでる子たちがなんか臭い臭い言ってて、めっちゃ一時期「えいちゃんの臭い臭い臭い」みたいな。そうそう、ええー、と思って、しかも靴が臭いからみたいな。やばい、紅葉見に行こうよ。
ね、まさちゃんだから許されますよね。そう、なんかわーじゃダメなの、わーイエーイじゃあなんかパターンが同じだからみたいな、かわいい、滑るからやめろかわいい、まさちゃんかわいいよね。そうね、まさは完全に笑いを狙って計算しておりますので。ね、まずちゃん声めっちゃ可愛いしね。まず小顔でさ、めちゃめちゃおっとりしたお顔で可愛いんですよ。何めちゃめちゃあの結構。なんかウェイウェイしてる。あ、まゆぴちゃん。家好き？お悩み相談室です。お悩み相談室。マネージャーさんね、マネージャーめっちゃ変える、言ってたやんさっき、足臭いって言ってたじゃん、臭くないんかい。青のご協賛くまちゃんありがとうございます。くま決まりたくて劇場頑張ってたの違いますよね。ゆりさんかわいい、お姉さんめちゃめちゃ、まさあげるありがとう、もらった。ブリャリャ今日ねふざけてこれね、これであの走ってたマネージャーさんに今の撮りたかったって言われました。めっちゃお話し会の現場をですね、こう持ってダダダダダダダって走ってたのそう、そしたらじゃあみんなが大好きなユウさんに言われました。ユウマネージャー、ウエキさんね、言われちゃった。ピヨン、これで走ってました。ピヨン。さすがアオフェア。めちゃめちゃアオフェア使われてて面白い。そうそう、ピュン、今日ね、タンタンにね、アリさんじゃないねって言われた。中地さんありがとう、来てくれて。ミスミがやった時ジーって言われてた。マジか、コキー、マジ千織さんが面白すぎる。どう、アリ、アリ、いや、千織さんは本当に面白いですよ。そしてなんか面白いし、アイドルしてる時はアイドルだし、最高です。今日はね、結構みんなに会った気がする。みんなに会ったかな。ベビちゃん3人会ったでしょ、お姉さん3人にも会ったでしょ、同い年、全員、あ、全員ありましたね。今日は全員に会いました。あ、エミミさん、クマちゃんありがとう。ピンクのクマちゃん。クマちゃん。そうなんですよね。千織さんね、パフォーマンスもめっちゃかっこいいですよね。わかる。そう、久しぶりに全員会えた。全員が集まったわけじゃないんですけど、やっぱ、あの、お話し会とかこうずれて、こうね。うんうん、そうそう、うん、そう、みんなに会えたよ
釣ってくださいね。時々いらっしゃいますね。ホテはありそう、めっちゃ。わかんないけど。ホテはあれかと思った。大好きだよじゃなくて、大好きやでかと思ってた。キスって面白い。おらい。ね、ホテちゃん可愛いでしょ？ホテちゃんは可愛いんですよ。そう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 。あーかわいいこんな感じでかわいい。あきさんありがとうございます。ミラーボール機械大好きだよ、大好きだよ大好きだよ、うゆりたんかっこいい。めっちゃミラーボール回ってるありがとうございます。かんなちゃんだ、ありがとう。ホテちゃん大好き、かんなちゃんかな、大そうだ。すごい、さあちゃんもかんなちゃんもいる。よいしょ、かわいい。なんかわいい、マーピョンさんがかわいい。私絶対だけだわ。んー、よいしょなんて。ダメだな、私は絶対ダメだな。かわいい、マーピョンさんだから許される。もうダメですよね、マーピョンさんだから許される。これはカードゲームの CM 来ちゃった。え、釣ってくださいで、うん、釣ります？ね、アホピョンさん、好きなアイドルさんの真似されてるよね。そうそう、CM なので。まさるも言われたら釣りやるの？へえ、じゃあまさちゃんとこ皆さんお願いします。まさちゃんファンの方は、私はあんま釣らないですね。可愛く釣ると本当に釣れるよ。釣れますか？釣りは得意じゃないんですけど、ガチな釣り。あ、ニキリンさん、あ、タマさん、くまちゃんありがとうございます。知ってもらえたらあれですか。そうね、なかなか釣らないのでね。え、ガチな釣りですか。うん、よいしょですか。どっちだろう。ゆきりさん、面白い。マジ釣って、バン、閉店。さちゃん、こんばんは。こんばんは。マップさん、ネギシさんが面白すぎる。かわいい。やばい、マップちゃんかわいい。やばい、赤ちゃんだ。釣ってるよやばい、ちょっと口開いてるのかちょっと口開いてるのかわいい知らんがなでするってどういうこと。そうね、ゆきちゃんかわいいんですよね。そうそう、ねえ、ホテちゃんのプロペラダンスかわいすぎ、マジでかわいい。いや、ホテちゃん自体がかわいいので、誰だよって感じだけど、そう、ホテちゃん同い年ですね。ホテ、アイ、マサが同い年で、
ケットアップのジャージそう着てらっしゃる、まほぴょんさん。なんかね、多分ね、さくらんぼかな、なんかさくらんぼみたいな、なんか、そうそう、なんかね、着てらっしゃるんです。多分なんか誰かが高いみたいに言ってた気がするんだけど、ウシアンティーなの違ったかな。はじめまして、村地さん。すごいね、17個年下の。ねえ、ゆきね、おしゃれ。バナンとかには見えてなくて、何に見えてる。ね、私もさてちゃん最初さ中学生かと思って。いや、のんちゃん面白いよね。高校どこ行ったらいいですかをさ、ゆきねさんに聞くのがさ、最高におもろいし、やばい。高校どこ行ったらいいですかね、さ、なんとか高校いいと思うよ。さすがに面白い。いや、これきついですよね、この質問。エリーさんと。ね。学校の先生だよね、ほんとお母さんとかね。まあ。信用がない。ねえ、そうなんですよ。ママみたいな存在なんですかね、のんちゃんに。めっちゃ目が大きい。飛ばします。ちょっと笑って、千織さん、やばい。千織さん、ね、で、私たちの席からも、の最初のちがもう聞こえて。ちょっと笑いの時にちょうど言っちゃったからふって出たんだと思う、まさちゃん。委託アンフェアかフェアか。ジオリさん面白い。テアが。うん。ジオリさんね。言ったら、ジオリさんだったらね、笑いに変えてくださるから。安心してジオリさんを選んだんじゃないでしょうか。乃木坂の CM。次は、次も最悪な一日ですね。次は最悪な一日っていうやつですね。次回は終わりましたよ。終わってしまいました。ね、ちゃこれすごかった。アンディが来た。でもアンデーが来たは本当にレッスン場で、本当に、もう本当3、4人とかでやってますよ。アイちゃんとかユキちゃんとかね、普通に。アンデーが来たとか。やってます。
次回もぜひ見てください。私たちの回ではないですけどね。次回はね、普通に先輩方の最悪な一日っていうやつでございます。そう、ん？ね、また出たいな。そう、愛ちゃんね、なんかね、他の子が呼んでる呼び方じゃなくて、初めて私が呼んだ呼び方、初めて他の子が誰もしない呼び方がしたい、ララちゃんだって言ってララちゃん呼びされてるな。メルちゃん、そう、テレビでサーちゃん見えて嬉しかった。やったー、ちさちゃん、ちさちゃんが生き返ってくれてとても嬉しいです。ね、一緒に見れて嬉しい、楽しかった。竹田さんね、昨日の岡田ドームの連考えた天才、本当に天才です。そして茂木さんってところも天才です。とても幸せな一日でしたね、うん、そう、幕張メッセ、緊急した、私ね、あの、これでしょ、小学生好きな子と隣になった小学6年生の男子知らんけど私生き返ったんだ。そう、生き返った、待ってた、ずっとね、頑張ってくれてたので。愛ちゃんはリリって言ってたかな、呼んでないけど私は。なんかね、そうそうそう、だからゆきちゃんにもつけた。ゆきちゃんが、そう、ちょうどキキだから、ゆきちゃんキキだねって言ってて、だからゆきねとゆきたんはキキみんな下の名、そう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 、みずみんとか、みずみゆう、うんね、そう、愛ちゃん、愛りのりからとリリです。イエス、そうです、リリです。では13位から名前をお呼びいたしますね。はい、ランキング上位3名に選ばれた方にはさよならモーリーさんのスタジオで撮影した撮り下ろし動画写真、私のサインが入った台紙とセットでプレゼントいたします。ということで読みます。13位、玉龍さん、ありがとうございます。12位、タコマルさん、ありがとうございます。11位、下町のカッスーさん、ありがとうございます。10位、カツンさん、ありがとうございます。カッスーさんのさ、パンダ、さっきちょうどパンダのなんだっけ、ニュース見たか、パンダだってなった。パンダ愛されてるんだなっていうちょうどでもいいんですけど、やってた。下町のカッスーさんでカッツンさんまではなか。9位、ラブイチゴさん、ありがとうございます。8位、ノーチンさん、ありがとうございます。7位、滝沢さん、ありがとうございます。6位、台湾の五さん、ありがとうございます。5位、ダオスさん、ありがとうございます。4位、ジュンさん、ありがとうございます。そして3位は、ケビンベンさん、ありがとうございます。そして2位は、アッキさん、ありがとうございます。そして今回の1位は、ミネマチさんです。ありがとうございます。ありがとう。ケビンベンさんとアッキさんとミネマチさんだ。はい。の3名の方は、番組終了後、1週間以内にショールームより番組特典当選のお知らせというメッセージを送りますので、ショールームの受信ボックスをご確認ください。ニックネームは LINE じゃない連絡があるまで変えないようお願いいたします。なお、特典の発送には2ヶ月ほどお時間をいただきますのでご了承ください。来週以降も24時、もうそう、木曜日24時59分は日本テレビのさよならモーリーさんをご覧ください。
ください。パチパチパチ、ありがとうございます。たくさんは、ねえ、ありがとう。終わりましたと。ギリ14位だった。あ、クックさんありがとう、今日も来てくれて大変そうだけど頑張ってね。頑張ります。たくさん頑張らせていただき、頑張る、みんなのおかげで頑張れてます。久しぶりにさあちゃんの配信見れて幸せです。私も来てくれて嬉しいです。嬉しい、やったー、しい。みんなスクショタイム、何がいいですか。気をつけるね、ありがとうね。また配信できたらしたいな。あれ、そんな私やってなかった、配信。あれ、そんなにやってなかったかな。笑顔ね。へにょこ OK です。へにょこでしょ、へにょこ。参ります。私の目を乾くな。やだやだやだ、怖い。これは本当は微笑んじゃいけないの多分。でも一回ね、劇場公演でみんなでやったんですよ。でも私が本気でやってしまうと、もうただのやばいやつなので。可愛くしてあげます。撮れました？フェア顔とは何ですか？あとね、これね、これしがち。これでも歩いてた。これで走ってて、これで歩いてた。本当にね。あ、あとマネージャーさん。さっきのミキさんがね、一回待ってね。バイクにしてました。ブンブンブンとかやってね。本当、いつもふざけておりますね。なかなか熱意の配信はないですね。ね。猿。これでしょ。私ここまで直角じゃないですね。こんな。やめなさいやめなさい、何をしているん。もうね。本当にね、おかしいことをし始めるのでやめときます。うさぎ、うさちゃん、うさちゃん、ねえ、室長さんとか室長限定公演28にあるんで、ぜひ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 ね。桜の人で待ってて、待ってるね。全然です。猿のシンバルポーズ。アンディが来た。何をしてるんだって感じですけど。そうなんですよ、このツインはですね、あの、遊びに使っております。まさちゃんも、あの、ポニーテールを、ぶん回してます、いつも。今日もしてた。ブンブンブン。当ててください。当たりますように。ね。当ててください。当たりますように。頼む。ルミちゃんと制服着るか迷ってる。
メルちゃん、ルミちゃん、メルちゃん、ルミちゃん、ありだな、かわいい、絶対かわいい、すごい、みんな仲良しだ。そう、なんかみんな仲良しなのをすごい聞いてて、最近なんか今日もお話し会で誰々さんと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 ご飯に行きました、誰々さんと何とかしましたみたいな、かわいいかよ。そう、私のファンの方は輪を広げてくれてるので、とても平和な輪みんな仲良しでご飯を食べに行ってくれてて、かわいいですね、皆さん、かわいいですね。そうですね、かわいいですね。ちさちゃん待ってるね、え、のむいちもんさん今日もありがとう、話してね、お話できて嬉しかった、当たる気がしてきたでしょ。キャテムちゃんいい香りだった、シャンプー変えててめっちゃいい香りだった。学ランで行く人いるかな、あ、でもなんか何人かチレッとチレッとは違うな、何人かちょっと着ようかな、ちょっとそういうの着ようかなみたいな言ってた。ご飯食べよう、お腹なってます、食べますね。私、あ、そう、なんかちさちゃんがいないときに、なんかね、たくさんちさちゃんの友達ですっていうすごいラッシュがあった一時期。おー、ちさちゃん、おー、こっちもちさちゃん、ちさちゃんの友達は私の友達、もうね、それはね、それはね、みんな輪を広げようたいね、みんなあれでしょ、俺の空だっけ、ラーメン見ましたあるちゃん、きよ、かわいい、みんなが喋ってる、とても平和ですね。ルタンさん、おじさんも全然制服ありですよ。ナナさんはおじさんじゃないと。おじさんの制服やめてもらって。やばい、面白い。スーツ着て保護者面します。あー、ありです、ありですね。あ、うちの子がみたいなね。あの、歩いてきた時にさ、あの、なんだっけ、入学式とかのさ、こう見守る親。ね、まさちゃんはチータン帰ってきてから配信来た、あー、かわいいよね、わかるわかる、あとなんだっけ、お餅だっけ、なんかいるよね、なんかカワチハムちゃん、ハムちゃん私も買いたい。俺の空美味しかった、美味しかった、いいなね、美味しそうだった、写真見て、ラーメンとかいいよね、私も好き、私は違うな、バラエティ班ではないな、よいしょ、もうすぐ終わるかね、私のご飯が待っている、うん、よいしょ、残しょ、あ、そう、ネギシ食べに行ったの、話が止まらない、よくないよくない、そう、ネギシ美味しかった、ネギシね、いいね、あれ、なんかてんタンタンがなんかいつものように、なんか常連さんのように、あ、大盛りで言うからな私もなんか釣られて勝手になんか口が大盛りでとか続いて言っちゃうそう、そうなんですよ、そう、しかもそれが朝はバナナ1本食べて、
昼はサンドイッチ1個食べて、あんま食べてなかったのその日だから、いけるかなと思って食べたら余裕で食べちゃって、そうで、そしたらおかわり全然入るなと思って普通盛りにしようと思ったけど、さすがに控えて小盛りでちょっとね控えましたね。だったら普通に小盛りじゃなくて普通盛りしてて、タンタンいいですよ。タンタンも食べる子、私も食べるね。でも私は一般的なそんな高級なんか高級なところがあんま得意じゃなくて、なんて言うんでしょう、一般的な本当になんか高級なのって油っていうか脂身なんだろう、うん、脂身が美味しいなと。私ちょっと本当に脂苦手なので、そうそうそう、ちょっとねお口に合わないので、そうそうそう、そうなんですね。普通に焼肉行って油を落とすレベルに焼きまくるですね。はい、そうですね、牛角ですね牛角のタンをこれぞとばかりに焼きまくる。みずみたちにびっくりされた、もうジャッキー食えよって感じなんですけど、好きですね、とても。あれは本当に何杯でも食べれる、ネギシでディフディフ言いながら食べる私は相当やばいですね。そんな私やばいです、ネギシでそんなことしませんよ。てかまずディフディフは言ってない、それだけ言っときますね。持ってます、足も広げてません、持ってます。油、そう、油はお父さん担当みたいな感じでいつもね、そう、あ食べれなくてちょっとね、そうジャーキーみたいに焼くんですよ私、苦手で、ちょっと油ちゃうの、ちょっとなんかね申し訳ないんだけど、なんだっけな、叙々苑お弁当とかもちょっと得意じゃなくて、そうそうそう、でもねみんな好きなんですよ。でもね叙々苑はあれが美味しい、横についてるやつそうなんですよ、ちょっと油ちゃんが苦手なもんだから、ささみとかですね、結構ささみが好きですね。そうなんで、要するに行ったのいいな、タンだったら食べられるんじゃないか、普通にタン、そう、あ、まあ高級なのがダメというより油がダメなんですね多分。そう、ささみ大好き、ささみ大好き、だからお鍋とかもささみと野菜とかがあればもう完成です。ささみがあれば完成です。回転寿司はね、行く回転寿司もマグロしか食べない、マグロと魚卵、イクラ、とびっこ、カツノコ的な、そう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 、あね、ちょっとおかしいところがあるんですね私は。パスタにさ、この間も言ったけど、茹でて粉チーズかけて終わりっていう、そう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 なんですよ。ウニ食べれない、そうなの、ウニ食べれないんですよ。自分もマグロばかりね、マグロ美味しいよね。そうなんです、塩パスタね、そのまま茹でてチーズ、粉チーズかければもう完成、早いですよね。めっちゃ読んでる誰かが私もに苦手ね、ウニね、ねチーズ、そう粉チーズかけて食べてる、美味しいの。ウニはとびっこってない、とびっこはとびっこだよ、そうそうなんですよね。いいじゃん、ささみおすすめしておきますそう、あと白ご飯は白ご飯だけで食べれるタイプですねいける、美味しいから。
愛ちゃんは逆に白ご飯が苦手なので、そう、白いご飯は論外だそうですね。そうだからね、愛ちゃんはどうにかご飯という、そう、米類を食べていただきたい。主食をね、痩せすぎちゃうといけないのでね。そうです。あ、違う、多分普通に白米、白米というかお米がダメ、味がついてたらいけるのかならしいですね。だからあいちゃんはいつもおかずしか食べてないです。最近コーラがマストになってきた。仲間ですね。私もです。今日も飲みました。昨日はのんちゃんからコーラいただきました。いただきました。なんか誕生日、そう、なんか去年渡せてなくてみたいな。そうそう、なのでもらいました。コーラ、ねるねも美味しいですよね。ねるねもね、あ、コーラはペプシでもコカ・コーラでも結構何でもいける。そう、コーラは美味しいです。ねるね、さ、ねるね呼びしちゃって最近。おてちゃんね、おてちゃんレッドブル、なんかゆきねはゾーンな気がする。なんかゆきちゃんめちゃめちゃ忙しかった日、結構昔に、あのちょうどあの劇場公演とか、あのみずみんの立ち位置とか覚えてた時とか、いろいろあのフェスとかも入ってて、他の先輩たちと一緒に、そうだからほぼ寝れてない時にゾーン飲んでた。頑張ってたよ本当に、あのゆきちゃん本当に頑張ってた。モンスター、ハカ、レッドブル。私はあんま飲まないですね。なんか一時期、あれだけ飲めました。コーラの、なんか、コーラのね、あって、最近あんまな見なくなっちゃったんですけど、もうすぐやめます、私は。ご飯大丈夫って心配してくれた。ありがとう。そう。そうなんですよ。え、どういうこと？え？ね、カフェインね。ご飯まだ見てないですね。ねえ、はい、どこ行った？いなくなっちゃった。なあに、そう、まさちゃんよくポテト一緒に飲むんですね。ってことで終わりたいと思いますね。こんな時間になっちゃった。ありがとうございました、一緒に見てくれて。じゃあおやすみなさい。